第1話すとぷり学園を救い出せ。会長、大変です。どうしたリーヌ。全国の人気学校ランキングで我が校私立すとぷり学園がなんとなんと最下位でした。ふざけんな。すいません。なぜだ、こんなにも可愛くて素晴らしい生徒会長がいながらなぜ最下位なんだ。いや、会長も原因の一つだと。なんか言ったかサル。いいえ、なんもないです。教師陣でもこのままじゃ入学生が減り廃校もあり得ると話しているようです。ふざけんな。すいません。廃校だと。僕はこの学校を愛している。そんなことは絶対にさせない。ですがどうしたらよいでしょうか。コロン、何かいい案はあるか。入学したらバナナあげるとか。ふざけんな。すいません。会長、今度文化祭がありますよね。そこでみんなに最高に楽しんでもらい、我が校の良さをアピールするのはどうでしょう。ふざけんな。すいません。いや、文化祭を利用するのか。いいな。え、作戦会議だ。行くぞ。ということで、何か案はあるか、お前ら。生徒会で決めなよ。ふざけんな。すいません。なんであんたらが謝るんだ。まあでも廃校は嫌だよね。なんやかんや愛着あるし。何かいい案はないか。面白いお店を出すのはどうかな。なるほど、何がある。お化け屋敷。別にじゃねえか。たこ焼き。別にじゃねえか。チョコバナナ。別にじゃねえか。真面目に考えて、お店とかはありきたりな気がするんだよね。確かに、それで人気が出るイメージはつきませんね。じゃあライブとかどう。ライブ歌うのよ。バンドとか用意して本格的にライブをして盛り上げるの。ライブいいかもしれないな。だけど誰が歌うの。やっぱり歌が上手い人よね。この中で誰か上手い人いないの。俺上手いよ。あ、じゃあジェルちょっと歌ってみて。さあさあ踊って思いのあママあにあにしちゃわ。これでジェルはないとして他にいない。あれ、俺も結構歌えるよ。あ、じゃあ七森くん何か歌って。へい、かまそばっこしかまそばっこしかま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 そんや。あの、さっきから真面目に歌うって行為できないのあんたら。いやー、つい気持ちこもっちゃってさ。他に歌える人いない。俺歌えるぜ。あ、さとみくんうまそう。歌ってみて。俺が食いついやつだからなんだこれ。なんで。うん、次行こっか。なんでだ。僕歌えるよ。お、コロンくん実は歌うまいみたいなのありそう。歌ってみて。ウッキー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 。ハイボークサール。次行こう。あれ、ここは僕に任せてください。お、確かにルート会長は可愛く歌えそう。この舞台は僕が主人公。お、いいねいいね。だから俺の言うことだけ聞けやれ。はい、次リーヌ君とか歌えないの。え、まあそこそこは。え、歌ってみて。犬のおまわりさん困ってしまってワン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 。なんかつまんねえな。あれ、なんかつまんねえな。はあ、まあいいんじゃないリーヌくんで。え、なんで俺が悪いみたいになってんの。まあということで全員個性強すぎてダメね。俺は普通だったと思うんだけど。あ、そうだ、あんたら全員で歌ったらどう。全員で。そう、合唱するの。個性が強いからこそみんなで歌ってあさったらさらに新しい魅力が出ると思うの。確かにね。いいかもしれないね。ちょっと試しにあんたら一斉にあーって言ってみて。はい、せーの。あー、もうめっちゃいい感じだよ。合唱いけるよこれ。確かに、なんかすごく良かったよね。みんなで歌おうよ。そして最高のライブにして盛り上げましょうよ。そうだな、みんなで力を合わせたらできる気がする。廃校なんてさせない。よし、じゃあまずは歌う曲決めようか。何にする。やっぱオリジナル曲ですね。え、誰が作るの。僕ですよ、僕。え、ルート会長がそんなことできるわけ。ふざけんなー。すいません。実は僕、作曲できるんです。マジ。はい、曲は僕に任せてください。だからまず作詞も決めていきましょう。歌詞か。何か入れたいワードはありますか。便座カバー、バナナ、股間。ふざけん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 なー。すいません。そんなんで盛り上がると思いますか。確かに盛り上がる文化祭っぽいワードか。あ、バレードとかどう。バレードか、いいかもしれない。笑顔とか入れようよ。笑顔もいいな。始まりの時間とかどうですか。いい。ウォシュレットとか。黙ってろ。みんなでどんどん案出してこう。そうだね。え、あれとかどう。あり。緊張するな。大丈夫ですよ。たくさん練習したしな。そうだ、今日の僕たちは最高ですよ。よし、
じゃあみんな集まって、エンジン組もう。絶対勝つぞー。あー、続いてはスペシャルワンマンライブ。歌うのはストロベリープリンス。その一瞬最高のパレードを響かせて声の輪を咲かせ笑顔の花。その一瞬時が止まる。どうしたリーヌ？この間の文化祭のライブが大好評で、うちの学園の人気が急上昇しました。本当か？それは良かった。やったー。ですがあまりに評判が良くて、本当にライブ会場でライブしてくださいって声がたくさん来てるんです。まあさすがにね、そこまではできないですよね。くぬぬ、やるぞー。今すぐジェル、ナナモリ、サトミのところに行くぞー。ライブ大成功だったね。ほんとよかったよ。最高だったな。これで学校も続けばいいね。お前らライブに行くぞ。お前ら何頑張れよ、みんな。第2話、コロン女装大作戦。もうすぐクリスマスだな。毎年ゆっくり家で特番テレビ見るの楽しみなんだよな。おはようリーヌ。ルート会長、おはようございます。この間から仕事がたんまりだな。大変ですよね。クリスマスも学校で夜まで仕事をしなきゃだ。こりゃえ、クリスマスに夜まで仕事？ん？どうしたリーヌ？いえ、やばい、このままじゃ特番が見れない。さて、作業に取り掛かろう。あの会長、ん？実はクリスマスに予定がありまして、ちょっと仕事来るの難しいんですよね。クリスマスに予定？何があるんだ？その…何があるんだ？ん？デートです。デート。デート？はい、彼女がいまして、その子とデートする約束でして。なんだと？これじゃ休む理由にならないか。いいじゃないか。え？クリスマスに彼女とデートだなんて、なんてロマンチックなんだ。恥ずかしながら僕はそんな経験がなくてな。そうなんですか。そうだリーヌ、そのデートぜひ僕に見せてくれないか。え？クリスマスデートがどんなものか気になってな。いいだろう、後ろでこっそり隠れてみるだけだからさ。え、まさか嘘ってわけじゃないよな。はい、もちろんです。いいですよ、ぜひ見に来てください。楽しみにしてるぞ。ということで助けてくれないかな。みんなリーヌ君もやらかす時あるのね。お恥ずかしい。で、どうしてほしいの？ルート会長に嘘ついてるってバレないようにしたいんだよね。ちなみにバレたらどうなるの？多分耳取られるだろうね。そんなドラえもんみたいなことある？にしても嘘とバレないようにって、本当に誰かとデートしてるとこを見せるしかないよね。そうだ、誰かが女装して彼女のふりをするってのはどう？あ、めっちゃいいじゃん。いや無理がないか。誰にする？ここは生徒会の付き合いが長いコロンが適任だな。いや待って、しかトイさんでよくない？私は、一応予定あるから。
ということでコロン頼んだぞ。任せろ。いや絶対無理だって。しかも同じ生徒会メンバーだし一瞬でバレるでしょ。違うよリーヌ君、そこをなんとかするのが俺たちだろ。その通り。え、俺たちがコロンを当日までに完璧な女の子にしてみせる。いや無理でしょコロン。いけるよな。あー、ちょ、トーイさんいつもみたいに突っ込んでよ。いや今日はサボる。まあでも案外いけるかもよ。コロンくん可愛い顔してるし。そうかな。じゃあ早速コロンをメスにするか。じゃあその言い方やめて、キモいから。まずは見た目だよね。よし俺がペイントで買い、メイクしてやろう。お、任せたジェル完成。いいね。いや待って待って待って、女子だね。どこが怪物だよ。ちょ、遠いさん突っ込んでよ。うん、まあ 100m くらい離れたら女に見えるよ。やばい、遠いさんが味方してくれない。オッケー。次は身振り手振りを女の子らしくしよう。俺こういうの得意だからさ。あー、まあまあ得意そうだけど。まず胸のドキドキを伝えるのが大事なんだよな。コロン、ドキドキしてみよう。わかった。もっと震えろコロン。はい。もっと。はい。まだだ。オッケー。女だ。いやどこが、ただの振動してるヤバい人だけど。ちょ、トーイさん突っ込んで。いいぞコロン。トーイさん、じゃあ次は女性らしい言葉遣いだね。覚えられるかな。大丈夫だよ、言葉遣いって本当に簡単なの。語尾にダッチャをつけるだけでいいんだ。いや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 、モテる女の子はみんなダッチャをつけて喋ってるんだ。ほら一回ダッチャをつけて喋ってみてごらん。愛してるダッチャ、好きダッチャ。女だ。誰か止めてくんない。じゃあこれまでのレッスンを踏まえて早速リーヌ君とデートする体で話してみよう。あ、そういやコロンじゃバレるし、名前どうする。コロミで。オッケー。じゃあリーヌ君始めるよ、スタート。コロミ、待たせたね。全然待ってないだっちゃー。ちょ、ストップストップ。何？これ女として見れる人存在しないと思うんだけど。そうやって人を見た目だけで判断するのよくないよ。そうだそうだ、見た目はこうでも中身は素敵な女の子かもしれないじゃないか。いや中身ただのコロンだよ。リーヌ君も常識を捨てていこう、価値観にとらわれちゃダメよ。なるほど。じゃあ続きスタート。コロミちゃんとクリスマスを過ごせて幸せだよ。私も幸せだっちゃー。今日どこ行きたい？アマゾン。そっか、ちょっと遠いな。クリスマスだしイルミネーションとか見に行こうよ。あ、嫌かな。バナナあるのそこ。バナナはないかな。じゃあ嫌だっちゃ。じゃあストップストップ。ん、いやほんと無理があるよこれ。女の子以前に人間かどうかも危ういよこれ。もうしょうがないな、そろそろ突っ込んであげる。ありがとう遠いさん。何がダメだったの。すべてメイク落とす、振動いらん、ダッチャもいらん。そんで言葉遣いはもっとゆっくりおしとやかに、体は少し揺れてちょっぴり緊張。よろしくコロミです、今日はたくさん楽しもうね。おお、女だ、すげえ。さすが遠いさん。いやこれでもだいぶギリギリだと思うけど、まあこれでなんとか乗り切れると思う。頑張ってリーヌ君。うん、頑張るよ。みんなありがとう、コロちゃんよろしくね。任せて。コロちゃん今日は頼んだよ。いや僕もちょっと不安だな。大丈夫、練習通りすれば。練習どんなんしたっけ。忘れちゃったの。あ、思い出した、大丈夫。自信持ってね。あ、じゃあ先行ってくるね。お、リーヌ、そろそろ彼女が来るのか。はい、ですのでそろそろ隠れてもらっていいですかね。わかった、可愛い部下の恋愛を邪魔するわけにはいかないからな。あ、来た来た、コロミ。ごめん待たせなっちゃ。なんで。ごめんね、どれだけ待ったなっちゃ。いや全然、やばいな、完全に記憶ミスってるなこいつ。じゃあ行くなっちゃ。やばい、このままじゃさすがにバレる、自分のミスに気づいてもらわないと。そうだ、じゃあのコロミちゃん。なりだっちゃ。ちょっとお手洗い行かない。いいだっちゃよ、行ってきまーす。ちゃー、これで冷静に鏡を見て気づいてくれるだろう。おいリーヌ、あれは本当に女か、ただの怪物に見えたんだが。え、あー、ちょっと変わった子でして。はあ、まあ見ててくださいよ。うん、わかった。あ、来た来た、コロミちゃんおかえり。ただいまだっちゃー。あー、なんも変わってねえわ。早く予約してるレストランに行くだっちゃー。このハンバーグ美味しいね。ボク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 、うめえやー。ちょ、汚い汚い、やばいやばい、イルミネーション綺麗だね。バナナ食いたいだっちゃ。はい、クリスマスプレゼント、ネックレスだよ。バナナが良かったな。じゃあコロミちゃんまたね。まったれー。 いやー、最高のデートでしたね。あれコロンだろう。すいません。第3話、お正月と言ったら。はあ、年明けは家でダラダラするに限るな。あかね、友達から年賀状が来てるわよ。本当？誰だろう。七森くんか、なんて書いてるだろう。
神社にて待つ。果たし状かな。ちょっと同じ年賀状が山ほど来てるわ。ハリーポッターの最初か。まあいいや、向かおう。やあトイさん、明けましておめでとう。あ、明けましておめでとう。みんな集まってたんだ。初詣だよね。うん、それにここ釜祖神社はナー君の実家なんだ。え、神社の息子なんだ七森君。せっかくだしサービスでおみくじあげるね。あ、ありがとう。どうかな。大大大大大凶。え、なに大大大大大凶って。怖いんだけど。内容は、今年はろくなことがない一年です。おつぷり。いや待って、怖いんだけど。ラッキーアイテムとかないのこれ。ラッキーアイテム、石油王の彼氏。お、それ誰でもラッキーだわ。今年も楽しみだね、遠いさん。2020年早々萎えたわ。まあみんな今年もよろしくね。よろしく。俺さ、2020年気合入りすぎちゃって家で書き初め書いてきたんだよね。お、ナー君見して。かます。おお、ナー君らしいね。今年はもっとかますんですね。実は僕も書いてきたんですよ。お、なんて書いたの。弱肉強食。怖えよ。俺も書いてきたんだよね。お、見して。下水。いいのかお前、本当にこれが書き初めでいいのか。ああ、今年の抱負だからな。抱負下水ってなんだよ。僕も書いてきたよ。いいよ、どうせ猿とかでしょ。違うよ。じゃあバナナとか。違うって。じゃあ見してよ。バナナザル。なんだバナナザルって。あ、せっかくだしお正月らしいことしようよ。いいな。何する。あ、そういや偶然餅つきセット持ってるから餅つきやろうぜ。偶然餅つきセット持ってることあるんだね。じゃあまず僕がしますね。頑張ってくださいルート会長。じゃあ行きます。おれー、違う遊びしようぜ。そうね、福笑いしようよ。お、いいね。おもちゃあるの。ない。あ、そういや偶然コロンの顔コピー&ペーストしたのあるからこれでしようぜ。なんでコピー&ペーストしたコロンの顔持ってんだ。さあやってみよう。そういや福笑いってどう遊ぶんだっけ。一人が目隠しして顔のパーツを並べていくんだよね。それで周りの人がもっと右とか下とか指示していくゲーム。へー、スイカ割りみたいな感じなんだ。じゃあまずは誰が目隠しする。俺が行こう。お、頑張れ。まずはコロンの顔分解するぞ。なんか複雑だな。よしやるぞ。まずは顔のパーツを適当に取ってみて、さとみくん。オッケー。じゃあまずはこれ。いや、そんなパーツなかったぞ。おい、ここに置けばいいかな。もっと右だよさとみくん。ここか。オッケー。いや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 。じゃあ次のパーツ行くぜ。これだ。いやだからさっきのコロンのパーツどこ行った。ここだ。もっと上。ここか。オッケー。さあ最後は口だよ。よし、これか。もう口でもなくなったよ。ここかな。完璧だ。完成したか。すごいよさとみくん。さとみくんすごいね。似てるよ。鏡見たことあるかお前。せっかくだし顔につけてみた。そういや、たこ揚げとかもしてみたいな。わかる。道具ない。ないね。この僕の服洗い使おうよ。みんな今年もよろしくね。最高の一年にしような。いっぱい思い出作ろうね。今年も全力で駆け抜けるぜ。2020年もまだまだ行きますよ。かましちゃうぜ。第4話、忍術で逃げ切るぞ。あー、お腹空いたな。え、ジェル君お弁当食べたじゃん。まだ小腹すくんだよね。スイーツとか食べたい。マジで。あ、そういえばプリン持ってるよ、食べる。え、食べる食べる。袋に入れてたんだよな、どこだったかな。あ、机にあるこのプリン。それそれ。お、じゃあいただきます。俺も食べちゃうぞ。半分こしようぜ。うんうん、おいしい。めっちゃおいしくないね。待って、ん、どうしたの。今気づいたんだけど、うん、俺今日プリン買ってねえわ。え、マジ。じゃあこれ誰の。はい。あ、トイさん、お前ら何勝手に私のプリン食ってんだ。なんか逃げよう。おい待てよこら。あ、やばいよな、くん。このままじゃ遠いさんにボコボコにされるよ。ああ、まずいな。おい待てよ。やばい、追いついてきた。ジェル君、ここは隠れ身の術だ。そうだな。ニンニン、隠れ身の術。あれ、あいつらどこ行った。くそ、危なかったねジェル君。ああ、忍術を習得しといてよかったよ。どこだ。また帰ってきた。どうしよう。ジェル君、変化の術だ。オッケー。ニンニン、変化の術。いやマジでね、バナナ本当美味しいよねさとみくん。あー、まあ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 。あ、コロンとさとみくん、ジェルと七森見なかった。知らないな。さとみくんも知らない。あー、まあ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 、知らないな。そっか、ありがとう。なんとか持ちこたえたな。早く逃げよう。どこだ。また帰ってきた。もう一回、変化の術だ。オッケー。ニンニン、変化の術。あ、ルート君にリーヌ君、ジェルと七森見なかった。アディオス、ルートです。見てないです。そっか、リーヌ君は。あー、まあ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 。いやお前絶対リーヌじゃねえだろ。やばい、バレたか。それバレるよな、くん。はい、おとなしく捕まれお前ら。はい、すいません。すいません。200円もするプリンだからな。ほい、100円ずつ弁償せ。はーい。ほい、払え。分身の術。しつこいんだよお前ら。第5話、
バレずにストネクゲットしろ。みんな、どうしたのジェル君。やべえよ、マジやべえよ。何があったんだ。ほんとやばいんだよ。どうした、こんなことあるのかよ。何何、マジやべえんだよ。はよ言え。すいません。何よ、初っ端からうるさいな。あんたら聞いてくれ。なんと俺たちストプリのセカンドフルアルバムストロベリーネクストがついに発売されたぞ。マジか。そいやどっこいしょ。ちょ、コロン長い。ジャル君、アルバム見せてよ。え、ないよ。え、ない。なんでだよ、歌ってる俺たちがどうして持ってないんだ。いや、卑怯じゃん。え、俺たちだけ特別にタダでもらえるとか卑怯じゃん。いやいや、それくらい。その通りだ、ジャル君。他のリスナーさん同様、俺たちも買いに行かないと。今すぐアニメイトに買いに行くぞ。わあ。さあ、ここがアニメイトか。ストネクはどこに売ってるんだ。あそこだ、行こう。待て待て待て、うん、一応あんたたちジャケットのイラストなのよ。そのまま買いに行ったらお客さんにバレて大騒ぎになるわよ。それはまずいな。どうする。変装してこっそり買いに行こう。それしかないな。俺が行こう。ナー君頑張れ。変装と言ったらサングラス。じゃあ行ってくる。あ、あれナー君じゃね。ナー君カムバーク。なんでバレたんだよ。サングラスで逆に七森感増しちゃったな。よし、次は俺が行こう。要は顔が見えなきゃいいんだろ。そうね。逆立ちで行く。ママ、変な人いる。見ちゃダメよ。ジェルカムバーク。なぜバレた。いや、バレてねえよ。不審者と思われただけだよ。これはね、やっぱ女の子が買うのが自然だよ。なるほど。じゃあ、トーイさん。僕が女装するよ。お、まさか。変身。コロミです。コロミ来たー。でも、コロミだけだとバレそうだな。トーイさんと一緒に行ったらより自然なんじゃない。マジか。行こう。ねえ、アカネ。なに？ストネク超楽しみじゃねえ。マジそれ、コロミ誰推し。坂本龍馬。いなくねえ。何の会話してるんだ、あいつらは。アカネは誰推し。キミコ。いなくねえ。あれ、コロンくんじゃない。やばい、バレかけてる。コロン、もっと女の子らしく。わかった、ストップリ好きだっちゃ。二人カムバーク。あと少しで変えたのにな。あんたのせいよ。やばいよ、ざわつき始めてるよ。じゃあ、僕たちルートサトミが行こう。お、頼んだ二人。ここはもう堂々と行くべきなんだよ。そうだよ、お前ら何も分かってねえよ。石食って育ったんじゃねえだろうな。お、どうやるんだ。あれ、さとみくんとルートくんじゃね。だよな。ちょ、すいません、ルートくんですか。話しかけんな。何見てんだ、おら。何のか、てめえら、おら。消されてんだな。ぶっ飛ばすぞ。ストップ、ストップ。今までで一番ひどいぞ、これ。はぁ、あ、結局買えなかったね。残念だね。みんな、俺がまだだよ。リーヌくんもすぐバレるでしょ、一番見た目の個性強いし。一応やってみようよ。そうだな、個性の耳を取ってみよう。そうだな。え、待って待って。はい、取るよ。え、待って。誰？リーヌだよ。これ、ワンチャンバレないんじゃね。ま、一回行ってみよう。うん。ストネク1枚。はい、ありがとうございました。余裕で買えた。すげーぞ、リーヌ。やっぱリーヌの個性は耳だけだったんだ。さすが。やばい、全然嬉しくない。さあ、早速家に帰ってみんなで聞こうぜ。そうね、聞こう聞こう。俺の耳返せよ。ということで、1月15日ストプリセカンドフルアルバムストロベリーネクストが発売されました。新しいジャンルの曲にたくさん挑戦したよ。どれもこれも最高の曲になりました。しかもなんと16曲も収録されています。僕の作った曲も入ってますよ。新しく進化した俺たちの歌をぜひ聴いてほしい。アニメイトさんやタワーレコードさんなどなど、いろんなお店で買えますので、ぜひゲットしてくれよな。おつぷりー、アディオース。